出雲大社行きます。古代出雲歴史博物館で駐車、車を駐車しようとしていますが、どうでしょうね。神様のみ知る。のみぞ知る、うん、でもそこで凡人の僕はただひたすらでお願いするのみです。神様にとってもみんなの車が止められるようにお祈られても困っちゃうからね。車もどきで、うん、僕を頼むな。僕だか私だかは知らないけど、うん、面白いよね。6キロ手前で思ってこうやって出雲大社へ向かってる車を見るとみんなそっちに行くんじゃないかと思っちゃうからね、うん、ね、俺たちと同じようにみんな出雲へ、うん、思っちゃうね。私も外環走ってる、外環じゃない、何ロードっつうんだ、 何道路だあれ、四つ木とかさ通るあの道、あの高速のさ三郷から入ってって、なんだっけあれ、外環じゃない、あれは湾岸につながってる道。あ、分かる分かる、あれはね外環状。ああ、そっか、うん、あれ走ってるとさ、みんな、あ、みんなディズニーランド、ディズニーランド行くと思っちゃうもん。思ってた。そう、子供たち連れて行く時さ、ね、思いたくなっちゃうよね、なんか、うん、俺も今だって前の車は島根なんだけど、うん、まあ、この地元の車なんだけど、あ、出雲行くんだと思っちゃってさ、うん、結構あれだね、離れてんだね、6キロ。そうだね、うん、あ、ホテルから、うん、うん、まあ、町の中心から、あ、そうかな、さっきのホテルのとこは中心地なの、あれどうかな。まあほら国道も近かったしさ、うん、前の車は違った、あ、ただ僕の思い少し、うん、よかった減ってって。そうね、うん、神様も大変だもんな、みんなが聞かなきゃなんか、うん、そうするとこの前の遠い目に見えるどっか山かな、うん、そうだろうね、山あいかな、ね、どうでしょう。縁結び空港よ、うん、線でしょうね、大車線とか言って、あ、ほら松江から通ってるやつ、その松江から旗電車、うん、一旗電車、旗、一の一に旗、そうだそうだ、Thank you.
くのと電車で行くのとまた乗っていた時にイメージが違うんだろうな、きっと。車の方が現代的な感じかもしれないね。市畑電車なんかがローカルで行ってさ、ね、そういうのってあるよね。風景も古い風景を見て着いたのとか、近代的な車に乗って行って着いたのイメージ。言ってる意味わかる？分かんない。だから俺が前言ったじゃない？北海道電車で一周回った時にも、着いた駅見るとボロボロで駅舎がもう古いけど、街周りがなんかもう寂れちゃってるみたいだけど、車だったらその周りはもっと全然違うよって。特にあそこの小川駅、小川半島のさ、いいよ、小川男の鹿って書いてある。私たち行ったところ、そうそうそう、行ったの、行ったじゃん、小川半島の駅前、もっと泊まったじゃん。これ、あー、行ったって言ってたね。うん、でもその時は俺はもう電車で行って、ね、景色がもう古い景色、電車線路って、景色が古いじゃない、それで行って着いたの時と、車でこういったこういうね、建物もみんなもう真新しい道路を抜けながら走っていった景色と着いた時がさ、見える範囲が違うからね、電車とね、そう車、もうすぐだね。そうだね、なるほど、手を挙げましょうこの辺かな、ね、まだもうちょっと、そうそう、ここだよ、ここだ、まあ、あそこだ、古代なんちゃらかんちゃら、うん、そう、待ちようか、うん、じゃ入っちゃえ、目的地です、うん、で歩いていこう、ここただだから、はい、まあ、だからうん、普通車右だね、そうだね、もうちょっとそばまで行ってみる？え、それだけ行ってみて。うん。そうしようか。うん。もしここ、うん、まあ、どのくらい歩かなくちゃいけないのかさ。そうか。確かめてみようか。うん。でもう一個の向こうの大きい駐車場が。と、うん、もう300なんだよ、300って書いてある、行くのにね、門ま、正門まで入り口50メートル先だって、うん、参拝者路の書いてある、うん、ここだ、これで斜め、それで出雲大社がここだ、多分な、これ信号じゃない、これが、あ、一の門かな、うん、一の鳥居、 ここから入っていくって感じだよな、うん、でじゃあ大体とこないじゃん、 そこは有料のとこだけど全然平気だね、全然平気だ、あの距離ね、なんだ、いいよいいよ、これバイク出してたのかな、そう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 、うん、そうそう、先行ったもん ね、 でこれが結構ある、これが入らなかったんだよな、うんうん、入らなかったの、これか、いやいや、この先どうする、さっきのちょっといいわ、え、ね、あっちの方が近いね、近い、うん、これ無料だっけ、そう、ここも無料だけど、ちょっと入ってぐるっと回って出ていくよ、うん、あ、こっちも全然遠いよ、遠いよね、うん、綺麗、向こうの方、うん、あ、道ほら、ね、ない、うん、行かなくないかと、うん、そうしよう、あっちの方が出やすそうだし、そうだな、うん、OK、 これ頭いいね、うん、すごいよこの余裕、うん、結構って頭いいよな、そういう、あ、うん、私占い師の人にね、うん、占い師っていうかほら誕生日だの、うん、何年に生まれただのってそういうほら四柱推命じゃないけど、うん、統計学に基づいた受けよ、受けよ、はい、人に言われたんだけど、あなたはコンピュー
ダンプカーの体にコンピューターの頭を持ってるって言われた。もうすごく頭いいって、すごくもうコンピューターの頭がコンピューター。ダンプカーっていいよね、うん、体も丈夫でって、体力っていうか気力があって、頭脳根性があるってねえ、うん、そう思うよ。全然近いわ。よかったね、うん、心配してたけど。あ、このお店、この雰囲気で、ね、ほら、あの有料の駐車場はすぐそこなのよ。あ、はい、ね、ごめんね。でもね、何が30メートルぐらい違うだけだよね。うん、どうとないよ、歩く距離。ここ結構参道であれだね。そうか、そうだ、ちょっと帰り。でもさ、遊歩道みたいなお店もあるんだよね、車が通らない。ちょっとやってみお店みよ、ね、うん、ちょっと全体を見てさ、うん、人がいないね、まだ早いね。そうね、早いからね。じゃないの、そこでもいいみたいよ、ええ、ちょっと近くなる。そうか、うん、待ってる、うん、参拝者駐車場とか、うん、ね、いいよね。車椅子、車椅子参拝者でもいいんじゃない。いや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 、そっち側はほら、あ、そっか、ここはほら車椅子だけど、そうか、こっちはな、うん、okay、ここは駐車場内の事故などにつき全然いいんだ、ほら、うん、ね、全然いいわ。この日陰がいいよ、日陰になるとこ。いや、これバスだ。あ、そっか、これでいいよ。はい、ちょっと空いてるとこ行こうか。はい、斜め、うん、斜め違うな。俺の持ってるとこはここじゃないんだ、こっちだ、はい、ここ、はい、太陽がね、こっちが出てこうなるから、あれ日陰になるよ、うん、よし、